というわけで本日のゲストは三木慎一郎さんです。よろしくお願いします。どうも三木慎一郎です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。何がですか？いや、あのご参加くださいまして、あ、とんでもない、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、あのさっき、ね、うん、このラジオっていうことでちょっとお話しして、うん、なんかそういえばラジオで2人でお話ししたことってなかったなと思って、うん、で、ね、三木さんにお伺いしたら、そもそもあまりこうラジオ自体にご出演されることは多くないっていうふうにお聞きして、多くない、まあ、自分がメインでやらせていただいてたのはあっても、はいはいはい、そんなに、うん、長いスパンではないし、はい、そういう意味で言うと、いや、ラジオはそうです。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ね、いや、僕こそこのいろんな機会に、うん、あのお呼びいただいて、うん、まあ、そのためにこう、ね、まあ、そのお芝居もそうだし、うん、その前後で、その作品のことも、うんうん、また全然関係ない、例えばプライベートのこととかも、うん、まあ、もしくはね、お食事にお誘いいただいてみたいなことがあるんで、うん、なんか2人で話すっていうことにありがたいことにも慣れてるからありがたくないよね、あれみたいな。いや、そんなことない。だからなんかラジオ、そっか、意外とちゃんとね、こうやって差し出た初めてだったんだなと思って、うん、いや、素晴らしい機会をいただきました。いやいや、もう声かけていただけなければ僕もここにいられませんから。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いや、というのもね、うん、もういろんな場所でお話もしている気もするんですけど、うん、もうまず僕からするともう声優を目指し始めた頃から当然三木さん の、うん、あの存在、そしてまあお声とかお芝居、うん、まあ、お姿はね、あの雑誌とかも含めて、存じ上げていたわけですけども、そこからこう自分が声優になって、うん、ある程度してからあのご一緒する機会があって、うん、その時はもう本当にあのイメージというか、うん、怖くて最初ですよ。いや、慣れてる。言われますよね。うん、言われてたよ。多分それ知らないからっていうのは間違いないんですけど、うん、でもそれでもなんか僕からすると今のミキさんっていうのもあれですけど、うん、なんだろう、僕が新人もしくはそれより前の頃のイメージからするとすごく、なんだ、あ、後輩とかともあんな風に笑顔で喋ってくださる方なんだっていう印象が、うん、すごいみんなの中にある気がまずするんですけど、うんうん、だから最初僕はすごい緊張してて、うん、なんかお話伺いたくても話しかけると緊張するのとか思う入り口があって、うん、だけどあれはマギーかな、あのレギュラー作品でご一緒する機会が、うん、まあ、ある時を境に妙に増え始めていって、そうかも、そうですよね、うん、でその時にミキさんが、まあ、音響監督さん自体かもしれないですけど、うん、最初はなんかそのちょっと家事と飲んでみたいみたいな話を、うん、っていうのを伺って、それがすごいびっくりしたし、当時嬉しくて、うん、なんかなんだろう、あんまりこうね、後輩だったらとりあえず誰でも連れてくっていう人じゃないから、うん、ミキさんは、ね、なんかそういう中でそんな風に言ってくださったのが嬉しかったですし、うん、うん、あ、その中に自分をこう入れてくださってるっていうか、うん、あのね、考えた時に浮かんでくる人に入れたっていうのが驚いて、うんうん、でも緊張するななんて思いながらちょっと飲み会に参加したところから、でお話ししてみると本当にこう、まあ、元々のイメージですけどお芝居大好きで、うん、すごく真面目にまっすぐに考えている、そのキャリアとか年齢とか関係なくっていうのが伝わってきて、なんか怖いっていう風にあの、まあ、自分も含めて、うん、あんまりこう知らない人が思っているのって、まあ、こうとにかく真面目、嘘がない、うん、うん、まあ、ある種ストイックというか、だから、うん、その話の熱量にこう、うん、ついていけないとか、うん、っていうのを感じると、うんうん、怖いとか苦手って思う人がいるのかもなとか、逆にミキさんからしても、うん、その話してても伝わらないとか面白くないっていうことなのかなっていうのが分かって、うん、それからは緊張はするけどあの、ね、あの、うん、お食事も含めてですけど現場でもお話できるようになって、うん、で、まあ、ポケモン3年間の ね、 そうね、レギュラーが始まってからは、うん、ミキさんとね2人でこうお昼ご飯食べに行くみたいなことも結構あって、うん、それが嬉しくて、レギュラーもほんとこうありがたいことに耐え
ないぐらいでご一緒させていただけて、うんうん、っていう中で、うん、ミキさんのね、あの主催されているあの朗読劇とか二、うん、人芝居に声かけていただいたりっていうのがあって、まあ、何が言いたいかというと、うん、好きです。まあ、あのだからそういう言い出しがあったんですけど、なんかだからこうやってもう二人で喋ることも変な緊張なくお話できるようになったっていう、なんか自分のまず歴史があって、うん、だからそれがあってのこうラジオにもね、あのゲスト出演させてくださったっていうのが、うん、改めて嬉しいなと思っているところでございます。まあそんなこと言うとあれだけど、はい、最初俺が飲みに、はい、ガジ君を誘う、はい、つまりかな、うん、のところで、でそこで思っていた、もしくは僕が感じていたお芝居に対する向き合い方が、はい、うん、良い意味で変わっていないっていうのが、うん、付き合いがさそこから始まったと分かってくるじゃん、はい、うん、なのであの呼べた、そのミキフランカイ、ね、はい、ミキフランカイに呼ぶことができたのは、いや嬉しいです。そこで、うん、もしなんか違う方に行ってるんだったら、うん、僕は絶対声かけてないし、うんうん、じゃあそっちが楽しいんだったらそっちで楽しんでって思う、はい、さ、いやミキフランの会楽しかったですし、まあそれで言うとね、一回出させていただいて、うん、まあね、合う合わないもあるでしょうし、うん、その例えばまあ違うなと思ったら2回目がなかっただろうのに、うん、それこそもう、まあ、まあ最近ですよね、うん、あの2回目の公演にもお声掛けくださったのが嬉しかったですし、うん、そこでもまあ1回目と違う、なんだろう、うん、作品世界に浸るというか、うん、すごいここだけしかない、朗読、うん、お芝居を感じさせていただけたわけですけど、だからまあそれで言うとミキさんって僕の中で、うん、ずっとアニメも、うん、吹き替えも、うん、まあ、こうやって、まあ、朗読に関しては主催という意味では新しく始められて、うん、ね、そのお芝居っていうものを本当にこう追求探求されているっていう印象があるんですけど、そのジャンルごとにやっぱご自身の中で魅力っていうのは全然違うものですか？ジャンル、まあアニメーションは制作過程に参加するもので、はい、なるほど、はいはいはい、外画とかの吹き替えは完成品に対してのアプローチになるじゃん、うん、もうまあね、言葉以外というか、まあ、日本の人からすればですけど、もともとの作品自体は完成はしてるわけですよね、うんうん、そう、だその差はあるよね、うん、で舞台であるとか朗読っていうのはまた自分の肉体がリアルに必要な、うん、リアルにというか、うん、ある意味人前にさらさなければできないものだったりもするわけで、はい、まあ、そういう意味では違うけど、うん、はいはい、だからアニメーションとかの作品、うん、アニメーションというかその制作過程に参加できるものは、はい、うん、みんなでその現場の熱量を感じながら、もしくは上げながら高めながら向かっていける部分っていうのはすごくあると思う、はい、うん、誰もねその完成、まあ、監督の中にもちろんビジョンはあれど、うん、どう仕上がっていくっていうのはね、うん、それぞれの制作現場、うん、まあ、最終的にそれが集まって一つのフィルムになるまで、うん、まあ、誰にも分からないところはあります、うん、でその熱量があるものが作品で、うん、まあまあ、俺が私がいればいいんでしょみたいなやつらばっかり集まっちゃうとそれは商品にしかならない、うん、なるほど、呼ばれた意味はそこじゃない、はいはい、になってしまうんだけど、はい、まあ、そういうのがあって、うん、で外画の場合はすごく僕は完成品を見るわけじゃん、リハーサルとかで、はい、だからそれで怖いなって思うのが、それを見た時の感想をお芝居には反映させたくないなっていう、うん、あ、自分が受け手として視聴者としてのこう思ったを、うん、そのお芝居に、乗せちゃわないように、うん、あくまでその役キャラクターがっていうことですか、うん、それは作品の感想としてはいいよ、うんうん、でも一つの作品だって10人見たら10人違う感想を持つかもしれないじゃん。そうですね、うん、で自分でさえ例えば今振られちゃって傷ついてこの映画見たらつまんないラブストーリーだぜって思うかもしれないけど、うん、恋愛がうまくいってる時に見たらおいいねこのっていう、そうですね、自分の感想でさえ変わりかねないんだよ。メンタルもそうだし、う、自分の年齢とかね、うん、まあ、置かれてる状況とかによって、うん、同じ作品でも
見え方って全然違いますか、ね、うん、だからその感想を持ち込んだ時にスタジオに10人いたら10通りの見え方があるかもしれないじゃん、うんうん、そうですね、で僕らは呼ばれていく側で声でしか呼ばれていないのに、その感想をみんなと共有しようと思うところから多分ズレが始まっていっちゃうんだよね、そもそも、うん、はあ、なるほど、だからそれは別で、はいはい、その任された人物の声として呼ばれているミキ個人はそこはさておき、うん、基本的基本に立ち戻って、うん、その役をちゃんと立体的に掘り下げていくっていうところに しないと、なるほど、うん、まあ、じゃあね、その当然その作品作り、まあ、現場の、まあ、回り方回し方とか、うん、お芝居の仕方っていうのは、ね、アニメと吹き替えでアウトプットの仕方が違うのは、うん、まあ、当然ですけど、うん、インプットからそもそもこう心構えというか、うん、向き合い方が違うっていうことですかね、うん、そうだね、あとやっぱり吹き替え作品はなんでこんなみんな日本語が上手な外国人なのっていう風に見てほしい、うんうん、いやそうですよね、うん、そこにまあ違和感がないというか、そうこの人が喋ってるなっていう、まあ、ノンストレスで作品の世界に集中できるような吹き替え、うんうん、だからみんなそこはやっているとは思うけど、うん、ガイドがあるからガイドに合わせてその絵に対してアプローチすると、うん、なんとなく合ってるような気はするけど、本当にその役の心情とその声の方向性、顔の気と全部が合っているのだろうかっていう、そのあたりでもちょっと細かいとこですけど、うん、そのまあもちろん喋ってる分量とか、うん、まあ、出番の量とかいろいろまた違うとは思うんですけど、うん、そのワンシーンにつきどのぐらいこう自分でご自身でリハーサルされる、セリフの量による、あ、まあ、あとね、そのオフを画面に映ってる映ってないとか、うん、その単純な、ね、難易度みたいなものもありますけど、そう、うん、ホームズみたいな、はいはいはい、やってた時もさ、もうミキさん本当大変な作品と役ばっかやってますね、なんかさ、うん、原作通りだからちょっとあの薬物、うん、はいはいはい、の傾向が、うん、もうやめているけども、うん、強いっていう部分で、うん、他の今までのお芝居とは違うことをやってらっしゃるの、うん、ジョニー・リンガーが、はい、うん、だからそれプラスセリフの量を、うん、1回喋り始めると2ページとか3ページ4ページ喋っちゃうから、うん、でオンとオフもあるし、やっぱりそれ で急に大声出したりする、はいはい、じゃない、うん、だからそうなってくるとこのこういう風にこの文脈で喋っていて、こことここでブレスなんだが、ここでこの次の文脈 の頭にあるだが、うん、だが何々であるの、うん、だがは申し訳ないけど前の文脈の一番ケツに持ってきたいなとか、なるほど、そうすると、まあ、台本に書いてあるスクリプトとはちょっと違って、うん、こっち の一つのまとまりを前のまとまりに入れたいとか、うん、そうするとより後ろを強調することができるし、うん、はいはいはい、あと口のブレスの数にもちょっと合いやすいとか、うん、そうですね、うん、スピード感とか、そう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 、呼吸のブレスの位置、うん、で日本語の終わり丸って終わるんじゃなくて表情がバーンってなってて日本語のこの丸のところに持っていこうとすると若干層が出かねないかなとかって思うと、うんうん、そうして、まあ、終わりの口の形とかもなりますし、ね、そうだが、うん、はいはいはい、ってやることで成立しやすくなったとか、うん、あとハングルとかだと絵の口で終わったりもする、まあ英語でもそうだけど、はいはい、でも東洋人の顔じゃないですか、うん、みんな、うん、だから韓流とかの吹き替えの方が違和感を感じやすいらしいのよね、あ、まあ、その顔もそのね、うん、あの顔立ちは近いものがあるけど、うん、言葉が違うから、そう、そういうズレが目立ちやすいです、うん、だからアメリカの映画にフランス語で吹き替えたものを見せても割と気が付かれないとかっていう実験があったりとかさ、はい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 、なるほど、うん、するじゃない、そういうの絶対あるなと思って、だから、うん、若い頃今でも気をつけてはいるし、できるかどう、はい、できてるかどうかはもう皆さんに判断任せるかもしれないけど、その絵の母音で終わってる口に、うん、おの母音の日本語が来た時にどうするかとかさ、そこまで一応責任取りたいなと思うよね、うん、いや、まあ、そのためにちょっと気になるというか引っかかるというか、うん、自分が演じる上でもっとこうした方が
スムーズに視聴者の方に、伝わるんじゃないかっていうのがあれば、そこはとにかくよく繰り返してみる。だ新人の頃あれ民生機じゃない、はい、スタジオにあるジョブダイヤルついてる VHS のデッキ買ったもん。はあ、もうそれと同じように、うん、ここまで見れるからそのためにってことですね。そのために、いや絶対に吹き替えはいいんだ、素敵なものなんだって、うん、そのためには自分がやっていくしかないから、うん、どうだって言えるようなものを作るためにジョブダイヤル回してこうずっとやってた。いやもうやっぱ変わらないんですよね。だからミキさんももうそのぐらいのこうちょっとなん変質的な。いやもう本当にそう言われてもね否定しないよ俺は。いやいやでもそれが僕好きですし、うん、まあそういう役をね上手にっていうか、うん、うん、なんだろう、自分でもちゃんと理解して咀嚼してやるっていうのって、まあどっかしらそういうね共有できる何かがないとっていうのがあると思うんで、そういう難しい厄介な役が多分来るんだと思うんですけど、だから面白いんですよね。しょってるとか、エキセントリックとか、もしくは死ぬか死んでるか。そういうねちょっと重めのね。ね、いやでも僕はミキさんも心配ですだしそれを言うと、うん、まだそのさっき言ったちゃんとね2人でお酒飲んだりとかっていう前に、うんうん、森久保さんに、うん、いや家事はねミキさんと話し合うと思うんだ、似てると思うんだよねって言われて、うん、いや僕どこがですか、そんなことないと思うんですけどみたいなことを言ってたんですけど、うん、こうお付き合いする時間が増えていくにつれ、うん、ああ確かにって思うところは正直あるんですけど、それでもやっぱりその僕の10倍100倍なんかこうなんていうのかな、のめり込むというか、それにかける時間もそうですし、うん、気持ちっていうのはすごい方だなって思いますね。だからめんどくさいと思うよ家族とか。いやそれは僕も思うんですが、めんどくさいですよね多分僕ら。ホームズがさ半年ぐらいあるわけよ、はい、そうするとホームズを収録してる半年間は家の中空気悪いもん、なんか雰囲気悪いもん。ちょっとねやっぱりそのどっかしらでねやっぱ脳とか心の中にそのキャラクターがいるから、うんうん、で結局それが終わっても全くゼロになるわけじゃないじゃん。そうですね、うんうん、よりちょっとそういう人間性が深くなってるぐらいのね、うん、ああ申し訳ねえなって思いながら、だから新シーズン始まるよって多分もしあると、うん、でその家族としては嬉しさと同時に、うん、あれが始まるのかみたいなところあれ来んのみたいなね。僕もしかしたら進撃の巨人とかそうだったかもしれないですね。いやでも外国でもね、本当に高い評価を、いやいや、ね、まあ、本当に出会えたことに感謝、まあね、うん、それが全てみたいなところがね、うん、あるなと思いつつ、うん、だその、まあ、例えば吹き替えの話で言うと、うん、これなんかあんま聞いたことなかったんですけど、吹き替えでも実写とアニメってあるじゃないですか、うん、それってなんか、うんうんうん、違います自分の中で、まあ、表現方法っていう、まあでもデフォルメされてるかどうかとかもちろんあると思うんですけど、うん、吹き替えでもね作品によってはデフォルメされてるものもあれば、うん、めちゃくちゃこう生感大事にしてるものの吹き替えもあったりして、うんうん、ね、でミキさんはディズニー作品とかも含めてアニメもたくさんやられてるし、どうですか、ね、それは、うん、吐き違いやすい言葉だけど、はい、僕はそのナチュラルって言葉があるじゃん、はい、でもそれはその作品ごとにおけるその作品に対するナチュラルだと思うよね、うん、なるほど、うん、いわゆる一般の共通イメージである普通とか、うん、そういうものではなく、うん、作品世界空気感におけるナチュラル、うん、そう、うん、だってそれがあるからタイムスリップものの違和感が出てきたりとかするわけじゃない、うん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 、確かに。だからその作品その作品の世界観において求められるその作品のナチュラルっていうものに対してアプローチというか向かっていけば良いだけなのではないかなっていう、じゃあそのジャンルとかターゲット層とか、うん、そういうことでもうまあさておき、アニメも実写も関係なく、うん、恋とか盛るとか、うん、そういうという感覚認識よりも、うん、その作品の中でどれがベストで成立するかっていう
だけのこと、うんうん、だって本当にナチュラルのってどん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 とんがっていったら石は喋らないとかなりかねないじゃん、うん、そうですね。まあそもそも声優っていう職業がね、喋、うん、らないものが喋るっていう面白さも一個あるじゃないですか、うんうん、そう、だからそうなりかねないじゃん。確かに、うん、だからそうじゃないとは俺は思う。大体ナチュラルとかっていうのがもう意味不明だからね、うん、まあね、人によってもね、この世を生きてても全然その基準というか、うん、であくまで自分の中の世界観イメージなだけですからね、うん、だって甘い辛いだって100人いたら100人と絶対その集合が一致するわけじゃないじゃん、うんうん、そうですね、うん、芸術とかもね、うん、お芝居もそうですけど、何をもって上手い下手というかとか、そういうことです、うん、だから合う合わないとか好き嫌いでいいんだと思うんだよね、うん、音楽だって何だって、うん、自分とは合う、うん、自分とはちょっと合わないな、うん、だからまあそのね、自分がこう役者として呼んでもらえた作品に対して、うん、まあ、自分のイメージがありつつ、うん、現場に行って、まあ、あるいはその作品を見て、うん、こう組み立てようと思ったものが、まあ、そのままだったらそれで合えばいいし、うん、そうじゃなかった時にやっぱその微調整っていうかができるっていうのもやっぱ必要なことなんですかね、うん、だって日本にいる人の、うん、まあ今何億人いるかしら、はいはい、正しい数字は分かんないけど、うん、その中の多分9割近くの人は普通に日本語で生活できるわけじゃん、うんうん、ってことは僕らがやってる作品で描かれてるものってみんな日本語で喋ってるわけじゃん、うん、それをもっともっと俯瞰で見たら、はい、日本語喋ってる人全員ができる可能性のある仕事なんだよ。はあ、なるほど、まあ、日本語吹き替え版である以上、ね、そう、アニメもそうだし、あ、まあそうですね、うん、ラジオドラマだってそうだし、うん、みんなができる何の資格もいらないもので、うん、人様からお金をいただくっていうのは、うん、とてもリスキーなんだよね。確かに、ある意味、うん、で、なんていうかこう資格とかね、うん、そういう何かそういう意味での知識が必要なわけではないですからね、うん、そう、だからそのリスキーさっていうものが、うん、をやっぱり僕らは持ってなきゃいけない気がする。なるほど、だって誰でもできる可能性はあるわけじゃん、うん、でその役にハマってる人をディレクターなりプロデューサーさんが見つけてきたら、うん、素人でも成立するわけじゃない、うん、確かに、まあ、だからこそね、その声優初めてっていう方だったり、うん、あの、まあ、いわゆる子役というか、うん、子供がやってるっていうところに良さがあったりするわけですよね。で僕らは求められた役に対して、うん、80点90点、うん、ぐらいは、まあ、90点取れる人どれぐらいいるのか分かんないけど、まあ、80点ぐらい、うん、80点も厳しいかもしれないけど、 ある程度の役が来てもそれぐらいの点数は出せますよっていう人の集団なんでね、うんうんうん、全員とは言わないよ、でいなきゃいけない、いけない、うん、だから、うん、重宝される、ある意味、うんうん、役者として使われるけど、それを超えてくる人がその役に対して一人いたのその人に決まりなんでね、うん、確かにそうですね、うん、だから僕らはやっぱり僕らっていうか僕はそれが怖いから、うん、常に何か拾えるものは拾っていたいし、うん、とは思っているかなっていうところかな。いやね、まあ、僕も持ってなきゃいけないなって思う、その声優をやるにあたっての覚悟とか責任とか誇りっていうものをこう改めて感じられて、すごい嬉しかったですし、ますます尊敬の気持ちでやめてください。やめてください。僕は、はい、カジ君が仕事をやる上での覚悟を一回聞いてるじゃん。はい、そうですね、あそこのお店で、はい、そうですね、横で2人で長いんだと思うんで、はいはい、だからそういう意味では僕はやっぱ家事が尊敬できる役者さんの一人であるし、そこは変わらないから嬉しいです。ちょっとこれからもその言葉を励みに頑張りたいと思います。もう時間来ちゃったんですけど、うん、最後に一個だけ、もうこれはでも聞いておきたいっていうのが、うん、ミキさんにとって声優冥利に尽きる、声優だからこその楽しさみたいなの、お前最初に言っといてよ声優冥利に尽きる、まあ、ねえこれ、あ、でも人様、はい、もしくは石でも何でもいいけど、うん、人様の人生を借りられる仕事っていうのは他にないような気がする、うん、こんなに、はあ、まあ、役者業いろんなジャンルがあれど声優っていうのが、うん、だって1日に2本だって、うん、そうですね、かもしれないし、確かに、ただフィクションではあるけど、そのフィクションの世界の中で彼女たちは生きてるわけじゃん、うん、神様が切り取った瞬間しか僕たちは目にすることができないだけで、はい、僕らだって一緒じゃん、うん、確かに、だからバイバイって言ったらカジ君はカジ君が主役の世界に戻るし、はいはい、僕は主役の世界に戻る、うん、っていうことを
作品の中で繰り返されてるだけの話、はいはいはい、はあ、いや初めてこの質問をして初めての答えが出てきてすごい面白かったです。本当、はあ、確かに、うん、だからそういう意味で言うとその人たちに責任を持って接しなきゃいけないし、そうですね、その人の人生をちゃんと彩れるように、うん、正しく立体化、人に行くのある声として再現したいし、はい、そういう意味ではいろんな人の人生を関心を持って借りられる、そうですね、ことかなって思ったりする。いや、やっぱりさっきの話にちょっと戻るんですね、その声優やるにあたっての心構えみたいな、うん、いやーちょっといつか第2回をねまだまだ話足りないですが、とんでもない、はい、こちらこそお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。ゲストは三木真一郎さんでした。ありがとうございました。